浅倉町祖館は東京都台東区谷中7丁目にある明治昭和の彫刻、町祖家であった浅倉文夫のアトリエ兼住居を改装した美術館である。1986年に台東区に移管され、現在は公益財団法人台東区芸術文化財団が運営、管理を行っている。 鉄筋コンクリート作りの旧アトリエ部分と丸太と竹をモチーフにしたスキア作りの旧住居部分からなり、その和洋折衷の得意な建築は朝倉文夫本人が自ら設計し、その意向が強く活かされている。展示室は、長所作品を展示する旧アトリエ部分を中心にして、遺品や蔵書を収めた、書斎、コレクション品などを収めた応接室等があり、 他にも掛け軸、陶磁器など、朝倉文夫のコレクションを展示している。また東洋欄の音質であったサンルームは、猫の間と呼ばれ、朝倉の愛した猫をモチーフにした作品が一堂に返している。朝倉町祖館を特徴づけるのは、中庭の池を中心とした日本庭園と大きなオリーブの木が、 印象的な屋上菜園である。池は谷中の湧水を利用しており、四季折々必ず白い花をつける木が植えられ、儒教の五条、人志、儀、礼、里し、心を造形化した五つの巨石が配されたユニークな造園様式である。また、日本で最初の屋上緑化とも言えるその菜園は、自然に触れることを芸術の基本と考えていた。 朝倉文夫の理念そのものであり、当時は大根やトマト、東洋乱等が育てられていた。現在は花壇となっている。1928年観覧情報の詳細は公式サイトを確認のこと。ありがとうございます。